フォースイングで左腕は左手の小指、薬指、中指で持つということをお伝えしましたが、その際にこの左腕をその左肘を体にくっつけすぎるとクラブは垂直になってきます。左腕で体の動きで支点に上げるとこのトップオブスイングで左脇は締まっても左肘は体から離れる形になります。軽い棒で上げていくと基本的にはこのように左脇を締めようとしてくっつけるというよりは自然に体のターンと左腕の動きで左脇は締まってきます。クラブでいうとアドレスしてテイクバックした際はこのように左腕と左胸が離れる形になります。そうするとクラブは傾いてダウンスイングで緩やかに降りる動きというのが可能になってきます。テイクバックしていってトップ付近で右肘を引いてしまうと左腕は体にくっついてきます。そうするといくらバックスイングまで体で動かしていっても引くことによってクラブは垂直に立ってしまったりします。また左脇は締めるというのがゴルフの基本ですが、このように動かしてしまうとこの時点で左肘が体にくっつきすぎます。無理にボールを打とうとするとこのような動きになって結果的にはボールに向かう動きというのが起こってきます。この状態で左脇というのは締まっています。そのままバックスイングしていくとここはこのスクールの文字は消えていませんが、このように動かしてしまうと左腕でスクールの文字が消えてしまっています。この状態にすることでこの左側の字を潰さないことでダウンスイングは緩やかにスイングすることが可能になります。このようになりますが、バックスイングで左腕が左胸から離れていても引いてしまうと
引いた分だけダウンスイングは右肩が下がってしまいます。また左脇を締めようと意識しすぎて肩が上がってしまっていると体と手がくっつきすぎてスイングが難しいものになってしまいます。左腕と左胸を離すことによってダウンスイングは できてきます。肘まで締めすぎてあまり窮屈になりすぎてしまうと体の回転もうまくできずに振り遅れたりします。バックスイングからトップオブスイングもこのような形で左腕と左胸を離すイメージでテイクバックしていくとスイングはスムーズに行えると思います。ぜひ参考に試してみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。